はい、ひとつきまんさしみです。本日はですね前回の、えー、衆議院選挙でですね一人負けを喫した日本維新の会その代表の馬場さんにですね辞任論が高まっております。辞任は高まっていしかもうすぐやめろボケみたいな感じになってですね、まあ、この馬場代表っていうのはねもう本当にもう金に汚いイメージもあるしなんか喋ったら誠実な感じしなくて嘘ついてるような感じするしというイメージがやっぱ強くってですね ね、実際そうじゃないんだとしても、まあ、こういうね選挙の結果が出てしまったっていうことは代表の責任としてやはりやめるというところが大事だなというふうに思っているんですけどもうね本当に周りはね好きかって言うんですわもう周りは好きかっていう第一トップバッター、えー、お前が作ったんだろ橋本徹。はいえー橋本徹氏 東京は石丸さんに任せればいい、<laughs> 議席権の古巣維新にアドバイスとい石丸、党員でもない。石丸信二さん今、ただのあの無職でございますので、無ユーチューバーつたりとかな、なんでもないのに、突然こんなことを言われて、であの周りもやんややんやとね、あのかき散らして、ですねデイリー新潮が石丸新党に合流する可能性も、敗戦続きの維新東京勢が反乱かーとかっていうふうにですね。まああの <laughs> 新潮のこの記事はまあね面白おかしく書いてる感じではあるしただ昔っからねあの維新はもう東京の人たちは大阪についていけへんわみたいな感じになっていましたんでえ、まあ、この動きも一定程度理解できるんですけどそれよりもですねこの猪瀬さん えー、維新の猪瀬直樹氏がですね、馬場代表に即辞任の要求、えー、代表選早期実施求める大阪維新の会に、こんなふわっとしたやり方ではもう間に合わないというふうに言ってて、はよやれ、ボケーというふうにですね、えー、こういうふうに、えー、言っています。で、馬、え、場、ー、卸大阪で包囲も、G 通信ね、維新衆院選後に混乱、まあ、あのこれはあの正しくないですよね、なぜかというと、維新というのはいつも混乱してるからです。 常に不祥事があって混乱してますからまあ、だからあの衆院選後にさらなる混乱へというところで、えー、ババやめろーていうところで、えー、本日もですね元白報道の作家の本間隆さんと話をしていきたいなと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやまあ猪瀬さんもね猪瀬さんで確かいろんな疑惑がありましたけどもあの一応前回の、えー、維新の代表選があ,あったのはですねこれですはい 左側からもうすでに、えー、離党というか議員辞職をされた足立康さん維新の暴言王でございます。はいもうやめてます、ねはい、で真ん中にいるのが馬場信之さんで右側にいるのが梅村瑞穂さんウィシュマさんの件であの日本維新の会人権10輪日本維新の会から人権意識が足らない党員資格停止6ヶ月を えー、引き渡されたですねこの梅村瑞穂さんちなみに公設第一秘書はえか、ー、まっております、まあその後あの一応不起訴には確かなってるはずではありますがえー、っとこの中でいくともう。 梅村瑞穂にないやもうそれはないでしょっていうあのもうどうすんの維新の会どうするっていう風になってる状況でああもう石丸真珠さんに東京任せたらいいんじゃないのって橋本徹が言いでさらに次の代表だった松井一郎が東京24区にですね日本維新の会の候補者が出てるのになぜか自民党の萩生田に応援しに行って萩生田よろしくとかって言ってるもうもはやカオスなんですよここ。 もう終わってます終わってますもう、<laughs> 本当にだから、だから、からえっと、ユーチューブ的にはネタがたくさんあっていいなってまあ、面白いけど、ね。面白いんだけど、大丈夫か、<laughs> 大阪と。とてもじゃないけど、えっと、これ何漫才集団漫才集団。せ <laughs>、せ <laughs>、せ、平次集団なのこれっていうね。うんで、まあ、ひどい。まあ、あのー、吉村知事はね、 えー、ちょっとまともなことを言ってて、えー、今回ちょっと野党一人負けであるとこれなんとかせなあかんのやというふうにはこう言っていてで大阪ででで維新は全勝したんですよ、うん、でこれはねやっぱり吉村さんんが人気なんですよねあの関西にいるとですね毎日吉村さんテレビに出てきててでやっぱりあの頑張ってるなという印象これは与えます。与ええるんですけどいや例えばねあの 馬場代表が大阪知事だったらもう特に負けてますよ。うん、だって、馬場代表が毎日テレビに出てきて、ガッハッハッッハみたいな感じやったらなんかやっぱあの吉村さんのちょっとね。あのー、イケメン系なマスクに。まあ、出てきたらやっぱりいいんじゃない？っていう感じはするけど、いやもうね。<ぁ>やっぱり。 あのー、騙される人はすごいいっぱい騙されるっていうとなんか吉村が全部嘘つきみたいな感じですか比較的私の中で吉村さんは維新の中ではまだまともな方ですよいや当然いろんな問題ありますよあるけどいやだよ、ね、足立とか梅村とか馬場とかに比べたらだいぶマしやでっていうまあ比べるのがどうなのっていう感じではありますけどあ<の>まあ今も同じそうだからなもうが こうできてて、もうあ上村なんか言ってないのい<や>次は私だとかさ、いやーそれ残念ながら言ってませんね。なんか聞こえてこないよね。うん、あの包みも縮まる。朝日はさなんかね、うん、どうも恨みがババには恨みがあるみたいでうん、うん、毎日さって包みも縮まる包みも縮まる <laughs> <laughs> ずーっと包みも縮まるっていうね単語が出てくる朝日よ。 どどどんどんどん追い詰められていってる追い詰められてるとか追いも縮まるとかさ、うん、あのねずーっと書いてんだよねあ<ー>これなんか個人的になんか馬場を恨みを持ってる記者がいるのかなっていう感じでさ、まあ、結構きついんだよねうん朝日インテリ系の人たちはね全く交わらないからね交わらないだろうね全く交わらない あまあでもほっとさまあうんそうねその結局あのー、維新は結局全国ではもうボロ負けしてうん、うん、したんだけどまあ大阪ではかろうじて全勝したっつうことで、うん、まあ馬場としてはまあいいんじゃねえの半々なんだからぐらいの気持ちでいたんだろうけど、うん、まあそうは言ってもやっぱりね相当るしい。ね 負けてるし、うん、得票数もめちゃめちゃ減らしてるわけで、はい、あのそういう現実を見れば、普通はやっぱり、誰かが責任取んなきゃいけないってうん、いいよね、<laughs> それは音喜多は自ら責任を取って落ちたけどさ、うん、あの東京に出てきて。うん、だけど、一応、音喜多、だって音喜多って政調会長だったから、うん、党三役だったわけじゃん。うんうん で自らの選挙で起こったんで、もうん、彼はとりあえず、もうほったらかしだとして、うんえー、幹事長の藤田と、馬、え、場、ー、ババ代表は、まあ、責任を取ってないように見えるわけで、うん、まあやっぱりこれはまあ、普通は他の党であっても、うん、やっぱり何か、やめるか、代表選を開くか。 っっていうのはやっぱ普通でもあるよね,やっぱねだって立憲民主党なんか泉健太前代表でいろんな地方選挙勝ちまくってて東京都知事選挙で1回負けけただけでクビ、うん、で何あの馬場代表はこれだけボロ負けしておいてでそれ責任も取らないの ちなみにあの日本維新の会はこれ総務省のねえっと今回の衆議院選挙え10月の27だったっけえ投開票があった時の党派別の比例の投票数ですけども前回の令和3年から比べてですね今回え令和3年800万票取っていたんですけどそれが500万票ぐらいまで約300万票のマイナスこのあの裏金議員ですら たくさんいた自民党逆風選挙と言われていたところですらマイナス500万票ぐらいですよマイナス300万票ですからだいぶ減ったよだいぶ減ったよねまあやっぱり我々ももう1年前からコツコツ万博の話をしてきたのが、うん、少しは効いてるんじゃないかと、ね、俺たちね頑張りも、まあ、万博は予算が1兆円ぐらいかかっ で,でそれを大阪市民だけでやると赤ちゃんまで含めて1人40万円の増税いやそれ無理やっていうことで大阪で開催する日本万博なので日本国民一億人から1万円ずつ取らしてってで大丈夫1万円ぐらい薄めたら気づかないからっていやそんなの気づくよと思っている皆さん東京五輪は1人当たり4万円実は皆さんいろんな名目で税金でちょいって取られてるんです。 うん、気づかないじゃんでもさすがにね一人当たり4万円は気付く <laughs> いくらんでも気付く気付くっていうかさ取れないで強制的に徴収される <laughs> 騒ぎになるよねこれねもうあの消費税えねえだろ大阪で買い物するとあのー、万博税みたいな感じで消費税が20%ね万消費税10%万博税10%みたいな感じで <laughs> ほなやったら壊滅しちゃうわけですよだから あの特に馬場さんもともと自民党の政治家ですからこの自民党に「ミャクミャクのためにお願いしますよミャクミャクのためにお願いしますよちょっとガンダムで変なポーズ取っちゃったけどもお願いしますよ」みたいな感じでこうやってるわけですよでやっぱそれがねものすごく印象が悪い悪いんだよね、うん、やっぱそういういのも積み重ねでさ、うん あーなんか結局ほらいいイメージがな,いなくなっちゃったじゃない。うん、改革者だって言ったって結局国会でじゃあ何やってきたかっていうとさなんか目に,目に見えるような,なんか改革を進めたっていう実績もない。うんね、で別にうちは第二自民党でいいんだとか言い放ったりとかさ。うん まあそれじゃあやっぱり伸びないでしょ普通はっていう。うん、まあでもね<っ>このあの橋本通るとかも本当にやめてから好きかって言ってんだけどもうこの東京を石丸さんに任せたらいいじゃないかで石丸信二さん別に維新の応援にしか来てないあの今回なんかちょっとだけねあの国民民主に利用される形でえー、登壇しましたけどもあのー、まあこれ橋本氏はなんとこう言っているかというとですね。 元大阪府知事で弁護士の橋本徹さんが、えー、11月1日自身の SNS を更新衆院選で議席を減らした古巣維新の会について言及したというふうに書いているんですが、えー、この橋本さんがね言ったのはなんかこの石丸新党に合流する可能性もというデイリー新潮の記事こちらに言及してですね、うん 大阪維新の、えー、看板力が通じる関西圏までが維新国会議員の勢力範囲だろう改革実績のない維新国会議員たちが関西以外で大阪の改革を訴えても何も響かない東京は石丸さんに任せればいいと。 えー、前、えー、広島県安芸高田方市長で7月の東京都知事選で辞典だった石丸真二さんとの連携について自身の考えをつづったって書いてんだけどいやい石丸さん別に関係ないよ維新 <laughs> 何も関係ないしで議員でですらないしなであの人はやっぱ風読むの得意だから。 こんな崩れかけのさ日本維新の会の協力なんてしないって <laughs> もうまだワンチャン可能性あるのは国民民主ですよだけどそれもまだちょっとわからんなっていう感じですからまあそれでなんかねあのー、この「デイリー新潮」がまだ好き勝手っていろいろ書いておりますが 何かというとですねほんまに石丸慎二さんね、えー、入んのかというところにですね「うん、あの馬場氏の続投はありえない政治部デスクが語る」って書いてあるんですよ。うん、でこれは朝日じゃないかなと思うんですけど <laughs> 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 朝日, <laughs> 朝,日 <laughs> 朝日かもな、ね、朝日じゃねえよ、まあ、ただ新長と朝日ってめっちゃ仲悪いから、まあ、東京新聞かもしれないけどもなんかあ,のありえないらしいです。 うん、まあ、うんそうね、政治的な常識でいばありえないよね、うん、やっぱね。で、維新は公示前の44議席から38議席に交代、馬場氏は数の増減にこだわりはないと強弁しましたが、あ強弁しましたがこの発言も全国の所属議員から反感を買っていますよ、そりゃそうだよ。別に <laughs> 8議席ぐらい落ちてもいいでしょとかって言ったらさ、怒るよ。 でまああの東京維新の方でいる人でいえばこの猪瀬さんとかが「はよやめろボケ!」っていうふうに怒ったあるわけですよ。うん、まあ怒るだろうね。あら怒るやろそんなうん。まあまあ、だからもう大阪、ね、東京維新なんて大阪維新のおまきえみたいな。やっぱりねまあ、どう見ても厳しいよね。うん、なんだがだからあれなんじゃない 足立戻ってくんじゃないの <laughs> 今ならって。<laughs> いやもういいでしょ安達さんは。やっぱり辞め,辞めるの辞めたって。いやもう辞めちゃったし、選挙出なかったし。<laughs> そうだね、あのー、戻るにもしても、うん、無所属で戦って、例えば国会議員であれば、戻ってさ、ーバーのバ,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 バーって言って、戻ってくるっていう手がなくもないが、<laughs> 国会議員じゃねえからな、ね。そうね ブーブー石丸さんが長まあ東京の維新関係者が言うというコ,ンコメントが載ってるんですよね七、うん、月で都知事選に2位に食い込んだ石丸真嗣前秋田方市長と連携石丸氏は来イの都議選に対し際して新党を立ち上げるとの話がある 本人は出馬せず複数候補を擁立しそこに維新の都議らが合流するとかさらにそこに国民民主と連携するという構想がある東京組と呼ばれる人たちは馬場さんらが執行部と気軽に伸びに行く、えー、間柄8月には見直し市長選挙の最中に乙喜た氏を含む3人が家族旅行に出かけたとの,の報道も出た審議はともかく大阪組や来貨に選挙を控えた都議らは地方選挙で敗,敗戦続きなりにと危機感を 感じてるとだからまあ来年の、まあ、東京都議選ですよね。でそれでえこのまんま馬場だったら負けちゃうじゃん。もうそれだったらなんかよくわかんないけど石丸真二に合流しちゃおうかなっていやだから石丸さんまだ何も立ち上げてないから勝手にこうやって持ち上げるんじゃないのってかわいそう可哀想でしょ本人がやりたい言うてるんやったらまだいいけどまだ何にも出来上がってないの何にも出来上がってないのに。 この周りでこういうふうになんかまあまあそれだけまあ石丸さんがね伸びてるのって既存政治に対してやっぱ不信感持ってるでさらに維新に対しても結局改革とかって言ってもダメじゃねえかとでそういう人たちがやっぱこう期待を捨てるわけですよねまあだからあの石丸さんがなんか立ち上げた時に確かに東京維新の人たちがねあのもう裏切ってつくっていう可能性はまあ,あるかもしれない。 あるかもしれないけど石丸さんそんなに頑張りたいのかななんかあの私的にはなんか「秋高田方市長」で「まあ、恥を知れ恥を!」という声が聞こえてくるかもしれません。っていうあれとかまあいろいろ批判ありましたよあったけど結構議事録とか。 当時の動画とか見たけどいやこんなじじいの議員とか相手にしててほんま大変そうやなって言ってでもああもうやめたやめたもうやるだけやめたっていう時に急にまたエンジンジかかけるかちょっとそれはからないだからのんびりしたいんじゃないのかなっていうちょっと年も近いし何となくそういう風に心配しちゃいますけどやっぱ周りはねやんややんややんや,やんやっていううにこう。 いやねできてもいないのにさ。馬場ががめれば何ででもいいですだから、だからこれ、あれだよね、代表戦に多分なる、うん、もうほぼ。で、ただな、うん、やった時に、馬場がもう一回出るのかどうかっていうね、うん、別に出ちゃだめだっていう統測があるわけじゃないから、うん、馬場がしがみついて出るのかどうか、うん、そして、一体、代わりは一体誰がいるのか。うんうん いうとさっき清水さんが見せてくれたやつだと前回の代表選の3人のうち一人はもういなくなっていくで馬場、うん、が馬場がついている、うん、そして人権住人梅村は今沈黙を保っているっていう何、うん、<laughs> かさ何かあ次はこれだろうっていうのがいないっていうあの子すごいとうだよねやっぱねあの有名人ランキンキグだけで言うと まあ、例えば梅村瑞穂さんねやっぱね無理だと思うなんでかっていうといあのあの人ね愛知県出身なんですよ。うん愛知県出身なんであーのーちょっと無理で大学も立命館で<あ>京都じゃないですかもう京都と愛知にゆかりがある人が維新の代表になるなんてこれはちょっとやっぱ考えづらい。 でも前回のその考えづらいくせに前回代表戦に勝てるわで一番票を取ってなかったから、ね、うん、うん、一番足立さんよりも票低かったからまあそれはそうだよ、ねうん、じゃあ次に有名人誰かっていうとやっぱり猪瀬直樹さんですけど、うん、この人もやっぱり東京組っていう印象が強いから、うん、無理やと思うよ、ね、それは無理っぽいよねだって猪瀬さんってまださ、うんうん、しかも猪瀬さんってまだ えっと3年前の選挙で取ったばっかりでしょ。うう全然、党員としてのその実績も減ったくれもないよね、まあね。はい、いや、別にあのネオバリオで言えば圧倒的だとは思うけど、そもそも、そのえっ、なんで維新から出てんのっていうぐらいの人なわけじゃないた、ねまあ、自民党に断られたのかなっていう気はしますけど。 いつでもやめやめめそうじゃん、うん、じゃあそうするとやっぱり「どうもこんにちは前原誠司」いやでもやっよ <laughs> やっぱこれだよ <laughs> やっぱこれですよただね現実問題として一番はこの人ですよ、うん、あだからまあそうだよね、うん、よ共同代表の共同が外れるってことかで初心に帰って大阪でコツコツやるうん <で>そ,うそうだよ。でもほら、彼はさ、国政には興味がないって言ってるんだよね。うん、でそうすると、国会議事堂、えっと国会議員団を誰がまとめる。それがどうしても必要じゃない。もうなんかもう誰でも勝手にやってって。誰でも勝手にやってって。<laughs> これ難しいね。うん、この、よくよく考えてみるとさ、その。 大阪が王国になっちゃってるから。うん、で、王国になったら王国になったで、もう、そのさ、変な話、今回、衆議院全員、あれになっちゃったでしょ、うん、あの、他の政党がいない、本当の独裁王国になっちゃったじゃないよ。大阪はもう独裁王国です。だよね。で、ここ独裁王国ってさ、あ楽でいいだろうなと思うけど、うん でも、まあ、実際上はさ、うん、やっぱりさ大阪のさまざまなこの政治上のいろんなことを全部背負い込まなきゃならなくなっているわけで、うん、あの真面目に考えたらこれはこれでまた大変だよね、うん、結局ね、うんうん、だからそっちはそっちで大変、うん、で国会議員団っていうのはやっぱりメインはもうほとんど軸足は東京にあるわけで。うん 王国になっちゃったんで、王国にいる人たちは王国で手いっぱい。うん、で、<laughs> 国会議員はさ、誰が何して、何したらいいんだかよくわかんねえけど、うん、国会議員。っていうん、るような、まあ、今、多分そういう状況だよね、うんあのー。国会議員団に目標がない。 で夜の銀座で目標ねえから夜の銀座で飲むのが目標になっちゃってえなんかとりあえず自民党とかに断られてえな何維新供託金出したら俺たちの応援してくれるのやったーみたいなそう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 いうそ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 うだから、まあ、これあのなかなかやっぱりコントロールするのは難しいっていうのは分かるよね、うん、確かにね,そう,ねうんでその中でなんかさ ちょっとまともなのはいりゃいいんだけどい、うんうん、いない <laughs> 維新の国会議員でまともな人。あ,あなんかほら唯一まともだって言われてるのはこの参議院のさ,朝さあの寝るべきだって言ってた朝田さんがね、うん っていうのは割とまともだって言われてて。あの三浦瑠麗と赤坂見つけで、こう肩につけ掛けられて、てくてく歩いて。文春にやられて、嫁さんにどういうふうに説明したらいいやーっていうふうに嘆いていた浅田さんですか。はい。この人はね、あの経験も長いし、国会議員でした。うん、割とまともだ。今井さんですら、あの人は割とまともだって言って。って一心ぎらの。だって今井さんですら言って,て。浅田均さんって。 あの、うん、なんで維新にいるんだろうっていう感じの,の,のあの人なんですよっていうの決闘以来だよねはい、えーうん、まずまあ結構な音して1950年生まれで、えー、73歳でまあ大阪出身でございます、うん、で京都大学文学部哲学科。うんあのー、この年代でわざわざ文学部哲学科を選んでいる人っていうのはよ捨て人になりたいなって言ったと思うんですよ 兄弟の文学,部哲学って <laughs> じゃあ次は比叡山寺でも行こうかなみたいなもうそういうノリだからでこのすごいよねでその後にスタンフォード大学に大学院で終始だぜ、はいでしかもうう最近のあの一つ要するに社会人経験積んで官僚になってコーヒー留学とかですけどこの人はねなんかご経歴をこのウィキペディアで見る限りすぐにスタンフォード大学行ってるんですよ うん、だからもう1950年だから1970年代にスタンフォード大学行って勉強されて、うんうん、でその後、えー、NHK とか経済協力開発機構とかにご勤務をされてでそれで大阪の府議になったんですよね。でずーっとコツ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 大阪府議を続けられていてでそれであーのー。 次にまあ維新に合流してっていう感じですけど、うん、まあ花がないから無理かなうんまああと年も年だしね,ねうん、うんまあそんなこと言ったら猪瀬さんだって年だけどねもううんだから猪瀬さんもないのよな <laughs> あのちなみにえ皆さんイメージで浅田さんと猪瀬さんどっちの方が年上かっていうと浅田さん73歳 うん猪瀬さん77歳ですから、うん、ねえ猪瀬さんもいい年だようんちょっとなんかまあまあね、まあバイデン大統領の年齢とか考えるとやっぱちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうに年齢もちろんね年齢やっぱりそ,それなりの経験値っていうのはあるんだけどさ、うん でもやっぱりね人間ね70とか超えてくるとやっぱり体力的にもやっぱりね限界があるからさ77とかねいやすごいよね、うん、なんでそんなにこんな政治でいやこの何どっか、うん、まあ選挙する時は選挙演説に立たなきゃいけない、うん、すごいエネルギーなんだよねこれね,ね,ね本当に。うん。まあそこが政治の魔力であってさ、うん やっぱりこう演説するとき異常に気合が入るああまあ2回みたいなやつねとかさ国会ではなんかさ「なんか<う>はぎゅやひゃほみたいな「おじいちゃん何しゃべってんの?」みたいな感じで演説になっ,とったらスイッチ入って語るみたいなそう、うん、まあでもだから代表選は馬場は下ろされるでしょうこのままいったらもちろん下ろすこれは間違いないでその次に前原誠二が来るのか だっけいやちょっとそれはまだ入って1ヶ月だからな1ヶ月で投手いやでもそれだったら絶対予言しましょう前原誠治が投手になったら維新は間違いなく分裂崩壊です間違いない絶対そうなるああね絶対あもうあのなんかあの 桃鉄で貧乏神取り付いてるような状態になりますからダメですいやもうそれ取り付いてるところじゃなくて貧乏神がプレイしてるぐらいの感じになりますんでもう無理ですよ彼はいやもうぜひねぜひやってほしいねだからね。でしかもあの前の動画でもちょっと触れましたけどこの人やっぱりね京都ご出身ですから、うん、ちょ とねー、で、しかもその別の県からね、お父さんがあの入ってきて、で、京都で育ってって言ってて、京都に馴染むのって大変なんですよ。本当に丁寧に選挙してやってるのに、お前大阪の味方すんのかみたいな感じになったら、もう自分の選挙区が危うい状態ですよ、もう <laughs>。だからやっぱ順当に行けばね、吉村さんになっちゃうんじゃないかな。で、それで一回大阪に絡み閉じこもって、 しばらく出てこない、うん、でしばらく大阪はね、維新色に染まるけども、もう,もうそこで封印。こういう感じになるんじゃないで、なんか万里の頂上みたいな気づいててさ、うん、なんか鎖国でもしてもらってたな。うん、あの大阪だけな。大阪だけ万里の頂上気づくの大変だと思うけど、<laughs> まあ、あの、進撃の巨人のウォールマリアみたいな感じでかもっても、かわいいですけど、 まあどっちにしろちょっとも維新は今回完全にもうあの改革とかに関してはですね国民民主に全部かっさらわれた感じがしますのでそんなとこに石丸さん来ねえだろうって思うしなのでまあ維新はどんどんだめになっていく上にこれから万博の問題もいろいろ出てくるとまだね万博の万博 突拍のやばさが明らかになるのはまあ来年だからねやっぱねうん、うん、あのもう2600万人半年で2600万人なんて来るわけねえだろうってそんな来,来たらもうほんとさあのディズニーランドとか USJ 以上だってことになるんだから、ね、ありえないよねそんなちょっと厳しいんじゃないかなと、うん、どう見ても厳しいよね、うん、で,でも2600万人来てくんないと赤字になっちゃうんだよ赤字に、うん でしかも、なんか前売り券は結構売ってるんですけど、ほとんどタダで配ってる状態ですから。うん。企業が買ってるから、ね。はい。なので、まあ、ちょっと無理かなと。これからちょっとも維新は時代の流れに乗れんかったなっていうところはですね、もうすごくあの感じますね。というわけで、本日は。ああ、だから、うん、国民全体に迷惑かけないでくれっていう話よ。いや、それ万博 <laughs> の金もさ。うん これから必死になってさ、あのね、広く薄く日本国民に負担をお願いしたいって言い始め。あだって東京オリンピックで4万円国民から取った、みんな気づいてない、え俺取られてないよって、他の税金が上がって取られてんだって。そんな、それとだって4万円が大丈夫だったら一番いいじゃん、オリンピック2週間で終わるけど、パラリンピックなんかおまけでしょ、万博半年かやるんだよ、頼むよって。 んそういうい感じう、うん、でもほらもうねあのもうそういうことは嫌なのよみんな。嫌だよもう。<laughs> 東京オリンピックでもう嫌だろって。1>, もう1万円でも嫌なのよでそれがやっぱ貧困が進んでるからこそまあ令和新選組とか国民民主が伸びた原因ってそこですからね。うん まあ、というわけで、えー、維新、これからどうなっていくのか、緊張感を持って注視し、何かあればスピード感を持って対応して、動画を撮っていきたいなと思います。河<原>いさん、前原、頑張れ前原、前原、な<原>ってほしいで。<laughs> いや、でも、関西の文化的なところを考えて、マジ無理。絶対無理だと思う。え、もうほら、カオスだからさ、もうカオス理論だから、もう何が起きるか分かんないから。<laughs> あ本間さん、あのカオス理論、全然言うてること違いますから。<laughs> 全然違うそれは、あの、あれですよ。えっ、ー、と、こっちの本で書いてるからね。うちがだしてる。<laughs> <然> <laughs> そう,いう。もちろん全、全然違います。理論じゃなたん、た、ただのカオスです。ただのカオスです。<laughs> はい。というわけで、今日もダック社、チャンネル登録といいね、よろしく。馬場代表に、インドを。 はい。今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の乾パがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったりンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。